も温かいご支援をいただきありがとうございます。日本財団ドネーション事業部です。企業の皆様からいただいた多くの温かいご寄付を活用して様々な事業を実施することができております。寄付金を活用している現場の様子を動画で紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。日本財団ウクライナ避難民支援室のガジェンクイナと申します。日本財団ウクライナ避難民支援室の神谷と申します。日本財団の方ではウクライナ避難民支援として3つの事業を行っております。でまず1つ目は生活費などの支援になります。でこちらについては1人当たり100万円の生活費などを避難民に支給しております。で2つ目は避難民を助ける NPO の方々への助成になります。こちらについても多くの支援者の方の皆様が予算不足の状況になっておりますので、日本財団としてウクライナ避難民支援のために助成しております。で3つ目が日本学校に避難民が通うための奨学金の支給になります。こちらについて今回のウクライナ避難民支援基金を活用させていただいておりますが、多くの避難民の方が日本語学習に苦しんでいる中で毎日日本語学校に通って、将来の就業を目指すための支援になっております。ウクライナ避難民小学生を対象にしたイベントを行いました。自分の将来の目標についてグループで語ったり、ワークシートを使って日本語学校を卒業した後の自分の目的についてグループで話したりしました。近くに住んでる地域にウクライナ人とか、 なんか友達にまだいなくて、今回参加していろいろ自分の悩みとかについて、自分の将来についてお話できて、とても気持ち的に楽になりましたという声もお伺いしました。自分の勉強についてとか将来について語り合う場になりましたので、とても皆さんのためには役に立つのではないかと思っております。多くの避難民の方がですね、この奨学金を活用することによって将来日本で働きたい、日本で住んでいきたいといった夢をですね、叶えることができるようになるんじゃないかなと思っております。今後1年2年かけてそれぞれが将来やりたい仕事につなげることができました。これらは多くの企業の皆様からの寄付のおかげでございます。ありがとうございます。皆様のご支援のおかげで、多くのウクライナ避難民が日本語学校で日本語を学ぶことができました。本当心から感謝しております。企業の皆様からのご支援のおかげで様々な活動を実施することができました。お預かりした寄付は日本財団として間接経費は一切いただかず、全額を社会貢献に活用させていただきます。企業の皆様に寄付してよかったと思っていただけるような活動をこれからも続けてまいりますので、今後ともご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。